コストコ。コストコ。めっちゃ久々やな。久々、半年以上ぶりやな。前回6月とかやもんね。爆買いしてきます。はい。ただいま。買ってきました。え、何時？2時。え、2時？いや疲れた疲れたね。ほんで、いろいろ紹介しようと思うんですけど、まず今日のお昼に買ったこのメキシカンサラダラップ899円をちょっと休憩とランチでね食べようかなって思います。残りの商品は帰ってから一気にご紹介します、うん、じゃあ食べよう。うわめっちゃぎっしり。ちょっと待ってこれ私がニコ大君3つ食べたらいいなって思ってんけど3つ食べれるかな。じゃあいただきます。ちょっと辛めなんかと思ったら甘いわ。ああなるほどね。スパイシー系ではないよな。スイートチリ。ああいいやん。なんか思ったより甘くって、で甘い中にめちゃくちゃ辛い唐辛子みたいなの入ってて、ちょっと好き嫌い分かれそうかなって思いました。ご参考までに。はい、ただいま。ただいま。今日は総額が38000円。38000円。32点。いや結構買ったよ。買ったね。じゃあもうバシバシ紹介していこうと思います。はい、早速お惣菜から。うん。シーフードアヒージョ。はい。どーん。これなんかめっちゃ美味しいらしい。でそれでこんだけいっぱい入って1380円。うん、まあ妥当ちゃう。こういうなんかお惣菜系もうまいからええよね。あ、わかる。コストコのやつ美味しいよな。まずはニンニクとローズマリーとオイルで香り付け。わお、めっちゃ美味しそう。できたー。はいどうぞ。はいどうも。じゃあホタテかな。ホタテいっちゃう。あっか。うまっ。うまい。うん。うまい。うまい。うん。タコでかっ。めっちゃうまかった。え、マジ？うん。美味しかったタコ。なんかさ、とあるブログにタコがいっぱい入ってるやつを選べって書いてて。ああ、そうなん。そう。意外とタコなんやポイントは。うわ。やば。ボリボリやろ。うん。めっちゃうまいな。うん。念願の。バーン。デカピザー。なんかピザ好きすぎやろマジで。ピザ大好き。ピザほんま毎日食べたいって言ってるぐらいピザ大好きもん。いやもうピザは毎日食べる。こんなんでも買っても保存できへんやんみたいなって言ってたんですけど、うん、もう普通に切って一個一個ラップしたら入るねっていうのに気づいて、うん、今じゃあもう今日買っちゃおうかって。まあランチに食べれるし。まあこんなんもう美味しいに決まってるよね。こんなん美味しいよ絶対。いってらっしゃい。焼き上がりました。どうぞ召し上がれ。ありがとうございます。めっちゃでかいんよこれ。やばいよな。これでだって8分の1やろ。うん、でかっ。いただきます。うん、ちょっと待って。うん。重要な部分が全部こっち側に。あ、そうやんな、そうやった。なかなかたどり着かんねんけど。ゆっくりでいいよ。まあうまい。うまいです。うまい。生地が結構なんていうかしっかりあるタイプやな。パン系の生地？うん、パン系パン系。はいはいはい。うまい。ロティサリーチキン。チキン1個丸々。丸焼きやね。ほんまに顔ぐらいの大きさで、これがなんと699円。税込みめっちゃ安と思って。ほんでなんか視聴者さんからこれ教えていただいたやつで結構美味しいみたいなんで、ちょっとこれは今日の夕飯に食べようかなと思います。じゃあこれ今からカットしていきます。よいしょ。あ、結構簡単に切れる。え、これ合ってる？なんか骨当たってるけど。あ、これだ。あ、いい。お、いやむずっ。ダメだダメだ。あ、これだ。むずっ。おお。あ、これ。こっちがお肉。うん、意外と簡単やった。これは明日スープにします。こら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 。んならただシンプルにそのまんまでいただきます。うん、おいしい。めっちゃケンタッキーなんやけど。いやその例えよケンタッキーのフライしてないバージョンやわ。おおすげえ。これ何の状態？これお塩とお醤油で味付けをしました。どうぞ。なんかラーメンのスープみたいなさ。やんな。そうやんな。すごいなこれ。いやそのままもう麺入れてラーメンできるよね、うん、これうまいな。次じゃん、マスカルポーネ。なんかこれと似たディナーロール。そう、ディナーロールは食べたことがあって、でディナーロールめっちゃ美味しかったんで今日そっち買おうかなって思ったんですけど、なんか結構いろんな方がこのマスカルポーネをおすすめしてて、うん、でどんな味の違いあるんやろうと思って今日買ってみました。おお美味しそう。中に何か入ってるってわけではないんか。うん、生地に練り込まれたやねきっと。うまい。いやうまいうまい。これはねあんまり癖もなく、ディナーロールよりもこっちの方がクロワッサンっぽいって思った。でなんかそれシャクってしてるんじゃなくて甘みが強くって、こっちの方が油いっぱい含んでるからめっちゃ美味しい、結論が次はなんと新商品です。あ、新商品って書いてたね。書いてた、うん、ボールナッツヘーゼルナッツ&フィグロール。多分ヘーゼルナッツとイチジクなんよこれ。あ、イチジクでこれ今食べたら微妙。まあ、じゃあちょっとだけかじってみる。イチジクがめっちゃ自然な甘さで美味しい。うん、これは朝食に丸なんちゃう。朝食やな。はい次、マンゴーチャンク冷凍マンゴーでございます。前回高速に行った時に私らが歩いてたら親子の方がいらっしゃって、うん、でも一目散にここのとこ行って「あったー！」って言って「あったー！」危ない！」って言って「うわこれ買えたんよかったな、よかったな」って言ってさ目の前で行ってんやんかみたいなそんなんいいの。そんなそれ美味しいってなって、もうずっと気になってて、で今日は結構大量にあったんで買ってみた。はい、こういう感じで食べてみたい。私マンゴー大好き。ちょっと凍ってるんですけどいただきます。あ、米か。もうマンゴーそのまんまやな。うん、あこれは美味しいわ。はい次じゃん、発芽大豆。どうやって食べようと思ってたんですけど、まあそのまんまなんかサラダにかけたりとかスープに入れたりとかしたらいいよって、うん、いただきます。おポリポリや。柔らかすぎてブニュってなるタイプじゃなくて、ちゃんと豆の形しっかり残ってて美味しい。大豆、青大豆、金時豆。うん、美味しい。めっちゃ美味しい。次ずっと気になってたやつ、レッドシードレスグレーブ。皮ごと食べれる種なしぶどう。ああそれええな。食べやすさ大事やもん。洗ってくるから一粒試食してみよう洗うんや。はいはいはい、洗ってきたよ。はい、じゃあいただきます。何やねんそれうん、甘い。めっちゃ甘いな。うまいなこれ。ポリポリおやついけるわ。いけんな。食べ応えが結構あるからこんだけあったらやばいな。すごいわ。まあ綺麗やと思うけど。あ、綺麗やけどおいしいおいしい。あ、うまいこれは、うん、うまいな、うん、まあまあ。はい続きまして、舞茸極み。バカでかい舞茸。これ420円、うん、なんか舞茸ハマってるんやんな。そう、私がすごいハマってて、お鍋に入れるのが好きで、ほんでキノコってほら冷凍して保存できるんで、ね、まあ買ってもいいかなと思って、うん、まあでもどうせすぐなくなると思う。まあそうやね。次花姫トマト。各種料理にデザート感覚でお口にポンやって。お口にポン。お口にポンしたろかじゃあ洗って洗って、はい、お口にポン。いや、ちょっと待って、無理やわ。無理やな、でかいな。うまいうまいうまい。うまい。次、ネーブルオレンジ。実際何個入ってんの？11個。1個100円切っとる。はい、切ってきた。ありがとう。ね、美味しそう。結構甘みもしっかりある。うまい。美味しい。食感めっちゃグレープフルーツみたいな。はい、次。AP さんです。これ何がいいかっていうと、殻がもう剥かれてて下処理されてるんで何もしなくていいっていう、なんでめっちゃ便利やんと思って。しかもまあてかもうこれめっちゃみんな買ってる人気商品やから、よく見るよね。うん、まあ、大体の方ご存知かも、うん、またでかいですわこれ。それやばいよな。やばい。はい、ひき肉、豚ひき肉ですね。カナダ産国産ミックスで 100g あたり59円。安っ。なんかね、この豚肉すごい赤身が多くて脂身が少ないらしくって、だからなんか他のひき肉よりもすごいヘルシーで美味しいみたいなのを見て、でひき肉ってやっぱあると何かと便利やからさ、なんでもこれ凍らしてパック入れてやろうかな思って。実用的。いただきます。うんうん。このひき肉実はもう多分5日ぐらい使ってるけど、やっぱめっちゃあっさりしてるから、こういう丼系とか餃子とかめっちゃ美味しい。すっごいおすすめ、このお肉めっちゃ美味しい。はい、次が桜鶏胸肉 2.4kg。 2.4kg、 また重いな思ったわ。これで1298円。なんかね、この桜鶏の胸肉がめっちゃ柔らかくて美味しいって評判で、そんなに美味しいんだったら食べてみるって言ってね、買ってみたやつ。でも胸にさ、めっちゃ美味しい。パッシャパッシャじゃないな、うん、しっとりで美味しい。これ正解やったかも。買ってる。しっとりしてるよな。そうだな。でもヘルシーな感じやな、やっぱり胸は胸って感じ。そうなん。うん、何これ、豚こま切れ。これ持つのめっちゃ重いねんけど、これ。それ 100g なんぼって？100g98円。おお。でなんか、いつも私ら98円の豚こま買うんですけど、これはよく考えたら国産やからめっちゃ安くって。まあそうやね、国産でまあ安いんちゃう。そうで、なんか豚こまなんかいくらあっても困らへんから、もうこれ 200g ずつに袋入れてやろうと思って。でまたこれも重いわ。さっきより重い。三元豚ロースしゃぶしゃぶ100g あたり89円。安ー。豚ロース、私結構鍋するときに豚ロースを入れることが好きで、これはめっちゃ安くていっぱい食べれるから、鍋よ鍋よ。これ何日分なんていうぐらいあんな。次、はい、どんどんいきましょう。こちらオーガニックスパゲッティ1398円で、なんと8パック。重っ。8パックってこれ 500g が 8？なんかね、いやまあ安いっていうのもあるんですけど、すっごい美味しいらしい、これが。うん、これが 1.9 ミリやからちょっと太めのね、パスタよね。ああ、そうやね、うん、確かに、太めでもちもち。美味しいよ。美味しい。これだからコスパもいいやろ。めっちゃいい。あ、これは結構いいんちゃう、普通に。パスタなんかいくらあっても困らないやろし。確かに。うまい。次がですね、ビビンバの素。はい、こういうの。もう、あったかいご飯に混ぜるだけなんよね。そう、で、なんか野菜も入ってんのな。うわー、すごい。めっちゃ入ってるやん。本格的な。こういう、ビビンバのね、具材入ってると思うんですけど、それが、まあ、こういう風にレトルトというかね、うん、パックされてて、タレもついててっていう。これは便利やわ。なんかこういうもっとあるけどさ、やっぱ野菜自分でやってるみたいなの多くて。あるね。そう。いただきます。うん、普通に美味しい。結構ピリッと辛めかも。なんか甘い感じとかじゃない。美味しい美味しい。好き好き。はい、もずくです。これ688円でリピ買いです。リピ買いやね。このもずくどんな味かっていうと、特別めっちゃ美味しいっていうわけではなくて、普通にスーパーで売ってる3カップで100何円とか200何円の味がそのまま大量に入ってるみたいな感じ、うん、でも私もずくめっちゃ好きやから、これに辛み抜いた玉ねぎスライス入れて食べるのが好きやね。もずく意外とちょっと値段したりもするしな。そう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 。でこれあめっちゃ安いやんと思ったらもずくもどきやったりするよね。あ、わか一回買ったことあったんですけど、モズク風味のこんにゃくですみたいな。まあ普通にカップに入ったもずくが好きな方はぜひ、うん、次、はい、万能だし。これは久世福商店というなんかよくあるね、よくあるやつで初めて買った。これ中ってさ、これどんなだしなの？はい、ああ、まあこういうね、ポーンって入れるタイプね、はい、ポーンってお湯に入れたらもうだしが出てくる粉末タイプの。水 400cc に対して1個やって3分から5分やったらOK ですと。はい。鰹節とサバ節とイワシ、煮干しと昆布、焼きあご。いいね。だからもうそういう総合系やね。これは絶対美味しいな。すごいいい匂い。鰹ベースのお出汁です。はい。続きましてマギーブイヨンキューブ。これがいくら？698円。100個入り。100個入り。安い。なんかコンソメをうち結構ズボラなんで使うんですけど。え、コンソメってズボラやから使うの？違うの？え、もうそんな、もう料理してるだけでも偉いよ。ありがとう。そうなんや。こういうキューブタイプやね、うん、はい、こういう感じの、まあだから使いやすいよね。はい、次、いい謎のパッケージ、はちみつ。はちみつ3匹セットで1958円、うん、で蜂蜜にしては別に激安ではないんですけど、カナダ産やと思ったら結構安い。うわ、なんかしかもクマちゃん目ずれてない？いや、そうや、なんかこれクマのパッケージさ、しかもなんか指紋でつけてんの。これよう分からんねん、指紋って。なんか指紋こうやってドゥスドゥスって黒のなんか指紋みたいなついてない？はい、ちょっとでいい。あ、はいはいはい、いただきます。うんうん、甘っ。あ、うまい、うまい。うん、蜂蜜、蜂蜜やね。まあ濃厚なね、濃厚やな、濃厚な蜂蜜って感じです。続きまして、これ、カークランドのオーガニックオリーブオイル、エクストラバージンオリーブオイル2リットル。1468円。安っ。どう？あ、でもいい匂い。パンにつけて食べたら多分美味しいタイプのやつちゃうかな。あー。色見てみる？全然わからない。全然わからん。全然わかりません。こんな感じでございます。いいね。これ。入れても全然減らん。どうしよう。いや、もう確かに、あ、そうなんだ。1年分ぐらいあるわ。あるな、これ。そんなんあんねや。はい、続きまして、グレープシードオイル、ぶどう油。はあ。これが、4つで1998円。へえ。で、なんか今、サラダ油使ってるんですけど、どうやら調べると、これ、サラダ油とオリーブオイルの中間みたいな。うん。感じのやつで、結構サラダ油の代わりに使えたりするみたいで、うん、まあまあ、こっちの方がおしゃってる気はするな。おしゃってるでしょ。なんで、まあ、サラダ油の代わりに使おうかなと思って買ってみました。次、これ晩酌にと思ってうずらの卵燻製味食べてみる？うん、個包装になってんのにな。これは圧倒的おつまみやね。うわ、結構味濃いな。うわ、もうビールすぎんねんけど。味濃いめで、しかも卵やろ、うん、もうビールでしかないよ。まあ常温保存だからまあ保存しやすいしね。めっちゃお酒進んでまうわ、うん、おすすめです。次、ロカボナッツ。これはリピ買い。これはリピ買いやね。14パックで988円。我々結構ナッツをポリポリ食べる習性があるな。習性ある。っていうので、まあナッツって意外と高いからさ、ね、これコストコとかで結構バーンと安めで買えたらいいなっていう。こういう感じで個包装になってるんで、必要なだけね食べれるし。あ、そうやね、これ食塩なかったな、そういえば。そう、食塩入ってないし低糖質とかやから、うん、うん、まあ結構健康にもねいい感じのナッツ。これでよく晩酌をしております。そうそう、これはリピ買いですわ、うん、続きましてこれアドベンチャーミックス。これ何かっていうと、ナッツとドライフルーツが入り混じってるやつで、これ試食させていただいたんですけど、めっちゃ美味しくって。これ、あ、チャックついてんの？ついてる。ちょっと開けてみようか。わ、また食べんの？え、まあ何が入ってるか。じゃあ出してみまーす。めっちゃ種類豊富やな。ゴロゴロー、はい、ゴロゴロ。こんな感じ。アーモンド、ペカンナッツ、くるみ、ヘーゼルナッツ、ココナッツ、タルト、チェリー、クランベリー、レーズン、かぼちゃの種、ひまわりの種。ドライフルーツのちょっと甘酸っぱい感じプラス、うん、塩っぽい感じもありつつ、おいしい。まあそのままでもいいし、それこそヨーグルトとかねかけんのもいいやろうし。あ、戻します戻します。はい、次ルイボスティー。これね、売り場で試飲させてもらって、あ、美味しいと思って、うん、試飲をくれてたお姉さん曰く、もう抗菌作用がすごいみたいな。あ、そう、なんかもう体にいいからって、ね、とにかく体にいいし、なんかほんでそこら辺で買うよりも半額って言ってた。で、まあそこら辺の値段知らんから「あ、そうですか」って言ってまあ買ったけどまあそのまま買ったけど、え、でもほんまに美味しかったです。めっちゃそうだ、ノンカフェインね。ノンカフェイン、そうそうそう、これ美味しかった美味しかった。はい、次がジャスミンティー。これは水出しお湯出し OK のパックやね、ジャスミン茶の100パック入ってて878円。まあお湯やと 250cc から 400cc やから、まあ1杯か、まあちょっと2杯か 1.5 杯ぐらいは飲めるかな、うん。次はこれジップロック、54枚入り ×4 箱なので216枚入ってます。216枚でなんとお値段1888円。安いんやろな。安い、本間もんのジップロックやからな。そうやねん。で、なんかこれはすごい個人的な意見なんですけど、ジップロックじゃない、何、パチロックパチロック、そう、パチロックでなんか冷凍をしてるやつがあるんですけど、うん、ちゃんとこうやってピーってジップしてんのに中に氷入ってたりとかすんねん。ちゃんと保護できてない。で、なんかやっぱキノコとかが凍らしてても冷凍庫の味が移ったりとかして、あ、匂いとかね入ったりとか、いや、やっぱこれジップロックじゃないとあかんわって思ってて、で一番コストコ安いやんか。安い、そう、だから買うの我慢してたのずっと。はい、まあ、こういうね、うん、はい、一番おそらく使いやすいんちゃうかという、手のひらよりちょっと大きい、まあ大きすぎず小さすぎずみたいな、うん、まあやっぱジップロックが一番いい、品質的にはいいんかな。ほんまに、マジ違う。トイレスタンプスクラビングバブルってやつやなで、なんかトイレスタンプうち結構使ってるんですけど、すごいいいよなこれ。ただもちょっと高くって結構、うん、まあ、だからホームセンターとかで買うとね、そう 4P988円めっちゃいいやんって思ったんですけど、欠点か、これが逆にメリットかっていうとメリットかもしれないけどね、匂いがバラバラっていういろんな匂いが試せる感じなんだ。いろんな匂いが試せるやつっていうやつです。まあ日用品を買いましたと。うん、さあさあ、はい、以上32点、38000円ちょい。買ったね。まあでも紹介すると一瞬やったな。紹介すると一瞬やった。あ、タソ今日全然映ってないんじゃん。お前映ってる。あ、ほらおいで。あ、来た。映ってる映ってる。あ、ギリお尻が映ってる。あれ、こっちだよ皆さんもね、何か参考になりましたら幸いでございます。はい、ほな、じゃあバイバイ。